布団じゃ借金したことある、俺初めてしようと思うんだが、どこ行った、初めてしようと思うんだが背中押してくれやめとけ。俺一回だけ、借金したことあるんですよ。あのね、まあ、四国ちゃんっていう、彼女がいてですね、でその子と、ちょっとお付き合いをしたい時に僕ディズニーランド行ったんですよね。はい、そうで、それで僕財布落としちゃってディズニーに、でもう正直ディズニーに電話しても見つからなかったんですよ。ディズニーで落としたのか、あの、いや俺はディズニーで行くよ、あのそのまあ海浜幕張、赤浜幕じゃねえや、あれどこだっけ、あ出てこない、まあそのね京王線のどっかで下ろしたの、あの落としちゃったか分かんないんだけど、そう家に帰ったら、はい、あれって家の鍵があるのに財布がないっつって、そうやばっと思って、うん、切符はねその往復券を買ってあったから、もうそれはもう大丈夫だったんだけど、でそれででやばいなと思って、明日からどうしようと思って、うん、やばっと思って、うん、で簡単に借りれんすよね、財布の中のものがなくても。そう免許証でいけるのか、あれそうだよね、免許証だけで確かいけたんだよね、 あれなんだったっけな、じゃあ金借りるのって超簡単にできんだよね、あれそう借りんのマジ簡単なんですよ、だけど返すの超大変だった。俺ねその時にとりあえずあの給料日まで、あとど、あとそのなんだっけな、カードが、ちなみにあの僕ねその時ちょっと引くと思うんですけど、あれなんですよ、なんだっけあれ、銀行の、あごめん出てこない、今でも出てこない、カードはあるんだけど通帳か、通帳が全くどこにあるか分かんなかったんです。通帳全然ないんですよ僕家に、はい、今はありますよ、今はあります、当時は通帳の偉大さを僕知らなくて、あ捨てちゃってたんですよ多分僕、通帳を、部屋がゴミ屋敷すぎちゃって、あこれゴミゴミゴミっつってゴミ箱に多分入れちゃう、で どう探しても通帳がないんです家に。そう23ぐらいの頃ですね、いやマジでね通帳ってとんでもない個人情報なんだっていうのを知らなくてさ、うん、そう今より通帳多分使わない、そう今はより使わないもんね、そう今はもちろん通帳ちゃんと持ってますけど、だからカードしかなくてさ、でカードもないでしょ財布の中に入れてから、だからどうするかっつったらば、お金を5万円借りたんです。その時アコムだったっけな、アイフルだったかな、ちょっと忘れちゃったんですけど、うん、でそれで変、それがね1ヶ月でいくらになってたかな、7万ぐらいになってたわ返却するのが、いや そこまでいってないかな、なんか結構1万ぐらい増えてたよ多分、1万2万ぐらい増えてたわ、そこまで増えてないかな、 20% ぐらい増えるよね多分ね、多分一月であれって合ってます、一月で 20% ぐらい増えません、利子ってあれ10、そんなことない、法定金利1年か、あマジで、ただなんかねめちゃめちゃ倍ぐらい払った覚えがあるわ、5万円だったんだけど10万ぐらい払ったぞ最終的に、ちょマジ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 、ただねあのただただこれまあ俺がいけないんだけど、翌月に返せなかったんだよね、なんかまあ5万だしすぐ返せるからいいやみたいな感じでそのままにしてたらなんか10万ぐらい払うことになっちゃって、そうでその時にあのやばっと思って、でそのことを純一だったの確か当時純一にあの言ったらば、なんで言わないのって、貸したのにっつって、そうなんでそういう時に頼らないのってさ、そう最近ねよっちゃんにもなんかでこういうこと言われたら説教されたら、おめえはさ本当に困ってる時は友達に相談しねえからなってさ、そううぜえっつって返したわ、おめえはよってな、だから何でも俺に言えよみたいな感じの、それはなんか言わないらしい、本当に困ってる時は人に頼らない人らしいんだけど、頼ってるつもりなんだけどな、うん、そうそうそう貸したのにって、でもなんか、友達から金ってかマジで借りらんねえわ本当に、借りたことあります皆さん、マジで借りらんない、うん本当に困ってても、うん
いやマジでやめた方がいいわ本当。あの俺の友達で、まあ友達じゃねえやもうそれは。金いくらだっけな、結婚資金、結婚式ってやっぱ400万ぐらい場合によっては必要なんですよ。まあ安く済むだったら200万ちょっとぐらいでできたりするんだけど、うん、そうなんだけど、100万借りてる友達がいて俺の地元に、うん、で100万借りたらさすがにやっぱりさ返すと思うじゃん。だけど額が額だから逃げちゃった人もいて、そうマジで、うん、でそれでもう捜索されてももういないみたいな感じで、そうあの県またいで千葉にいなくなっちゃったみたいな人もいて、どこにいるか分かんないみたいな感じで、そうだから借りると人が変わるわ、うん、お金っていうのは借りると人が変わる、マジで本当にやめた方がいい。俺はそうだな、借りたこと確かに、借りたことか、アリグレだったらまだいいかもしんないけど、でも俺も同じか、もらいタバコしてる俺は同じか、脱足さんいい香りしますねつって、そうだ俺も一緒か、うん、今度あれしよう、まとめて返そう、うん、まとめて返さなきゃ俺も、うん、金じゃなくて物乞いしてたわ、うん、今思ったら金狩りになんか説教しようかなと思ったけどだからさ、打足さんはマジで眉一つ動かさずにちょっと、しかも口角上げながらいいよーっつって、成人だわマジで、あの人、うん、成人、うん、成人、あったあったあった、あそうそう、あそうね、それはあったわ、あそれはあったわ確かに、俺そうだわ、なんか俺自分ちょっといいないいなとか言ってたけど、確かに昔あったわ、あと専門学校で二十歳ぐらいの時だったっけな、友達の友達が持ってきたグランドセフトオートがあって、でまあ、仮パクって皆さん流行りましたかね、もう仮パクってさ、当たり前のように20代前後ぐらいってさ、ない、なんかもういつの間にかもう1年2年家にあるみたいなさ、そう流行ってたまるか、そんなことない、じゃあもう今さあれで買わねえじゃんソフトで今は、うん、でゲームってさやっぱり貸し借りめちゃめちゃあったじゃん、そんなことない、うん、でやっぱ1年2年ぐらい俺持っちゃってて、でそれで、あそういえばこれあれかと思って、あどうしようかなっつって、部屋掃除してて、もうすぐその家を引き払うって時だったんですよ、どうしようっつって、うん、まあとりあえずあれだろうって、まあもう1年2年あるしとりあえず全部ゲームまとめて売るかっつってブックオフに売って、でそしたら純一に生放送で僕のその愚行を拡散されまして、もうこいつはゲームをパクって売るっていうのが定着されました、加藤純一さん勘弁してください本当に、すいませんすいません本当に勘弁してください、うん、はい、僕の情報を勘弁してください、いやいやいや、まあそれは俺が悪いよ、それは俺が悪いけど、それは俺が悪いよ、めちゃめちゃ悪いけど、悪いんだけど、そう、いやそれは悪いよ、それは悪い、めちゃめちゃ悪い、うん、めちゃめちゃ悪い、いつだっけな、その28ぐらいにその持ち主と会って、うん、悪いってゲーム売っちまったっつったらちょっと笑った、あれだわ、引きながらまず、ってあれっていうか俺もどこにあるか分かんなかったよみたいな感じで、もともと11に貸してたやつが俺の方に行ってて、でその前になんか分かんない誰にかに貸したのかな、そいつもさ俺のあのゲームどこ行ったか分かってなかったっつってさ、うん、いくらで売れた、500円ぐらいだったと思いがあるわ、確かそう500円ぐらいだった思いがあるわ、そう500円ぐらいだった、そう今度さそいつとね来月会うんすよ、あ今月だ今月、実はねダチョウ布団のオフラインイベントがあるんすけど、その前日にちょっと俺実家帰ってみんなでバーベキューしようかなと思ってんだけど、まあ、その時にちょっとあれするか、お詫びするか、うん、お詫びするか、うん、早くマイクラ参加型が見たい、おーい、なんかそれもやりてえな、なんか、あーもうあれだな、
なんでなんだろうな、もうそれもやりてえわ。うん。明日どうしようかな。うん、明日何しようかな。明日、明後日、しあさって。うん、今週ね、今週特に、ちょっと待ってな。予定を確認で、歯医者もないもんな、今週は。うん。なんもねえわ。うん、今週何もないんだ。